森じめ監督率いる日本代表は8月29日、千葉県内で2026年の北中米ワールドカップ、W 杯アジア最終予選で戦う9月の中国戦、5日イコール埼玉、バーレーン戦、11日イコールリファーに向けたメンバーを発表した。コーチングスタッフでは、昨期で現役を引退し、フランクフルトの U21 コーチに就任した長谷部誠氏が加わり、 サプライズ発表となった2002年に藤枝東高から浦和レッズに入団した長谷部は2008年にドイツ・ブンデスリーガのボルフスブルクに移籍。ミュルンベルクを経て2014年にフランクフルトへと移籍すると10年間プレーした。日本代表でも不動のキャプテンとして114試合に出場。昨季限りで現役を引退すると。 今季からフランクフルトという21でアシスタントコーチを務めている。山本雅昌にナショナルチームダイレクターは、今回からなんですけど、フランクフルトの仕事もありますので、インターナショナルマッチデイウィーク、IW の期間、お願いしていて、さまざまなディスカッションをしていければいいかなと思っています。現場からの要望もあり、フランクフルトに在籍するコーチなので、契約上の詰めもしないといけなかった。 現役をやめた後にいろいろな準備をして今回整って IW の間来てもらえることになった。フランクフルトからも好意的なコメントをいただき長谷部と日本のサポートをしたいとウィンウィンの関係が成り立ったと説明した。